見てこれ、血族のおかげで丸見えなんだけど。え、なにあの子、うわ、なんかあの子ラグい。え、大丈夫かなあの子。え、このトラッパやってる。キラーやり始めの頃、痛くれてコントローラー破壊しそうになっためっちゃおもろいそれめっちゃおもろい。やばいやばい、来た来た、信用来たで。あ、きあ、これしゃがんだ、これ絶対しゃがんだ、これな、え、え、何この心音。え、この子の心音なんかおかしない？何この心音、観客かな、観客ついてんのかな。今年の目標決めたわ、クラウンでめっちゃ笑えて動画から配信たどり着きましたやっぱり結構そういう人多い、めっちゃ煽られ動画から来てくれた人だから、あれだけなんか再生回数えげつないしな。あ、闇の信仰心ね、確かにその線切ってた。あ、やばいよこれ。キラーの足が速い、キラーの方が足速いのに追いつけないジレンマと戦い、これやばいな。え、トラッパー強ん、トラッパーめっちゃ強いないこれこれこっちから救助して、え、違う、トーテムじゃない、オッケー僕じゃない、ライトカチカチされた時にうわーって言ってたのが可愛らしかったうわーね、みんなな、最近僕が煽られるのが好きらしい。煽られてるところ見るのが好きだし、ハートキラー、ディスキラーエズ、トラッパー、パーコース同じ、いいね、このパーコースいいよな、なんか安定する気がする、このパーク構成。チェイスもできるし救助もできるし、デッドハードは必須だしみたいなね。イタグルで通電後にやった捕まえてフックに釣ってよしと思って仲間が助けに来て、もういい人、もう一回その人吊るそうと思ったらストライクされたらもう怒りのチャーンってなった。いや、ストライクきついよね、ボルタイストライクがほんまに強すぎる。今日はもうお風呂に入って寝ます、あー、ありがとう、おやすみ、私さ、また来て、明日来てね、でもまた来てねじゃなくて明日来てね、絶対来てね、おやすみなさい。てかまだお風呂入ってなかったんだ、ポーズ。あ、どっか行った、ポンス。ライト持ちいる時はフランクリンと圧倒的存在感つけていくマジで、なんかパークをそれに割いちゃうのもったいない気がするけどな。でもフランクリンは気持ちいいよな、
ロちゃん、なんかクロちゃん、クロちゃんなんか血ぶっしゃーずさんバグ発生中やん。まだめっちゃ血出てるけど大丈夫このクロちゃん。いやアイビルはほんまに強いと思う。最強パークよアイビルは。そのパーク構成でアイビルを血族が DS にしてる。まあ変えるとしたら僕もアイビルかな。確かに魂の平穏と鋼の意志どっちがいいですか。鋼の意志です。圧倒的鋼の意志。絶対鋼の意志の方がいいと思う。全体的にチェイスでも強いから。アイビルってチェイス強いんだよな。めっちゃ隠密にも優れてるしチェイスにも優れてるパークがアイアンウィルです。来たなトラッパー、来たなトラッパー見てこれ、血族のおかげで丸見えなんだけど。え、なにあの子。うわ、なんかあの子ラグい。え、大丈夫かなあの子。このトラッパやってる。やってんぞこいつ。やべえ。やばいよこのトラッパー、怖すぎ。あ、別にラグくないもんね。やばいよこれは。いやなんか信用おかしいと思ったんだよな最初。やっぱそうだよな。いきなり全員やばない、これ見て、いきなり全員這いずりなんだけどね。最初信用おかしかったね。やっぱこれだよね多分。やっちゃってるねこの人。自分もさっき同じチートに当たりました。マジで同じ人かな。
いやー完全なる黒だなこれは。